デビット・ハンゲートは1977年から1982年までロサンゼルスのポップロックバンド TOTO のメンバーとして注目され2014年に再加入したベーシスト、音楽プロデューサー、アレンジャーである TOTO のバンドメイトのほとんどと一緒にハンゲートはボズ・スキャックスのシルク・ディグリーズやアリス・クーパーの閉ざされた世界など 1970年代のヒットアルバムの多くでセッションを行った。ハンゲートは複数のグラミー賞を受賞したアルバム、聖なる剣を含む、とうとうの最初の4枚のレコードで演奏している。彼はナッシュビルでのセッションミュージシャンとしてのキャリアのために、聖なる剣リリース直後にバンドを脱退した。ギター、トランペット、ドラム、ピアノなどの多くの楽器を演奏するハンゲートは、 ジェット・アトキンスなどのカントリーアーティストとレコーディングし、アレンジ、プロデュースを行っている。彼はまた、ジョー・バナとファーギー・フレデリクセンが率いる AOR、スーパーグループであるメッカの主要メンバーであり、後者はとう,とうに在籍したことで有名となっている。1990年に彼は、ツーベニア愛の贈り物というタイトルのソロアルバムをリリースした。ジェフ・ポーカロが、 アルバムの数曲でドラムを演奏している。1995年、ハンゲートは、シャナイア・トゥエインのセカンドアルバム、ウーマ・ミン・ミー全曲のベースも演奏した。ハンゲートは、北テキサス大学の音楽学部に通った。1970年のモントルージャズフェスティバルでの演奏など、ジャズアンサンブルである、ワン・オクロック・ラボ・バンドでベースを演奏した。彼は、 米国会員議員ウィリアム・エル・ハンゲートの息子である。2014年の時点で彼はツアーベースプレイヤーであるネーザン・イーストの脱退により再び t、OT、o に加わった。最初は2014年のツアー後に引退すると発表されたが2015年まで t、OT、o とのツアーを続け最終的に大規模なツアーを引退すると発表された。彼はまたバンドのアルバム トートフォーティーン政権の絆の4曲で演奏した。ハンゲートはミズーリ州トロイのトロイブキャナン高校を訪れた。彼がそこに高校へとサイン入りのレコードを与えたバンドト o t o をアテンドしたので今ではパレードの間バンドがホールドザラインを演奏するようになっている。エイミー・グラント・ジョー・コッカー・ソニーシェール・ボズ・スキャックス・ヘレン・レディニール・セダ・カリッキー・リー。 ジョーンズ・バーブ・ラスト・ライサンド・オリビア・ニュートン・ジョン、リビング・ストン・テイラー・シャナイア・トゥイン・エミル・ハリス・アンド、ロドニー・クローウェル・キャロル・ベイヤー・セイガー・ジュース、ニュートン・ジャッキー・デシャノン・ミニー・リ・パートン、リン・ガ・ロン・シュタット・フィーチャリング、アーロン・レビル・メリサ・マンチェスター・バリー・マン・キキリーレオ、セイア・シェール・ニコレット・ラーソン・ド・ノバン・バーニー・トーピン、ビン・ス・ギル・ナンシー・グリフィス・グ・レン・キャンベル・バレリー・カーター、バ ダイアナ・デガルモ・スティーブン・ビショップ・サラ、ボーン・ニール・ダイヤモンド・ロザ・ンヌ・キャッシュ・コリン、レイケ・ニー・ロジャース。ありがとうございます。